こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はタム回しを、教えてくださいってことなんで、まあいろんなタム回しはあるんですけど、今回第1弾でリズムとしてのタム回しを練習したいと思います。今日の内容はですね、タム回しを使ったリズム、シェイクというリズムパターンです。これヤマハの教本に載っててシェイクっていう名前なんですね。どんどんタンつったドタドンタンのパターンって実際は使います。なのでシェイクって言われてもはって感じの人が多いと思うんですけど、よくこう、あるじゃん。ドンドンタンつかドカドンタンのパターンでやってよって言われて、ああ、わかりました。みたいな。これをシェイクと呼ぶと、うちの生徒の中ではこれシェイクのリズムだよって言うと、あ、シェイクですねって言って簡単にいくので、ドンドンタンつかドタドンタンって言わなくていいじゃないですか。なので、この基本リズムですね。基本リズムの練習方法、そしてフロータムをベースにそれをやってみて、左手をタムタムに移動すると。これを3拍フレーズに応用するというところまでやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。まず基本リズムですね。まずはハイハットでいくんですけど、という感覚ですね。でこれはなんか聞いたことある、椎名林檎さんの丸の内サディスティックなんかこれで。みたいな感じで叩けば、いい感じになると思いますね。あのパターンもうかっこよかったですね。あのアルバムもリアルタイムで聴いてますからね。はい、では、基本リズムの練習法は前半だけを繰り返す。これもよくやるんですね。今跳ねてるで後半。A と B ですね。この前半だけを繰り返したり後半だけを繰り返したり。だから全然使うので、このパターンどっちもできるようにしておきましょう。はい、左手をタムタムに持っていくんですが、まずは最初フロアタムでスニアでやるだけです。テンポ速くなったハイハット表とかで、この時あんまり手が大きくなるよりは、どちらかというと僕がよく使う時はアップダウンを使うとかね。全部同じだとちょっとグルーブさせにくいので、でも感じになることももちろん曲中にはいろいろあります。だから手のバランスだけでもだいぶ違うでしょ。感じがだいぶ変わると思うんで、こういうのもちょっと曲によって使うわけですね。でこの左手のところをハイタムに持っていくと。このバストラとちょうど合間を塗るのでよくかっこよく聞こえますね。これをタムに下る。これはここに書いてあるですね。ハイタム、真ん中のミディアムタム。みたいな感じに持ってってもらうとかっこいいんじゃないかな。3拍フレーズっていうのはこの両手、前回やったらまんまるちゃんまんまるちゃん3拍フレーズコアリズム変える時に使いましたが、3拍子と4拍子2拍子ってこう行ったり来たりするとかっこいいのね。3拍子になるわけですね。だからね、これをタンとカトンタンとタトンワンツースリーワンツースリーワンツーってやると、ここワンツースリーワンツースリーワンツーってやるとちょうど1小節になるから、っていうのをこれをこのフレーズで持ってると。みたいな感じのフレーズで。みたいな感じだと、まあ結構こう、ドラムソロみたいな感じにもなるっていう感じですね。これ2小節すると、タンドタドン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 。タンドタドンが4回ある。ワンタドン、タンドタドン、タンドタドン。みたいなフレーズができるということですね。まあ、タム回しというと、まあ、いろんなタム回しが、まあ、いろいろ、これはまた後々やっていくんですが、こういうリズムパターンであっちこっちに手を動かすといいですよ。で、まあ、流れが綺麗なものだけちょっとご用意してみましたので、タム回しを使ったリズムということで、ちょっとやってみました。まあ、ご利用いただけたら面白いかなと思います。まあ、この音のバランスですね。これもすごい大事なので、やっていただけたらと思います。本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございます。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。